今日は和歌山、串本で見た魚の群れを紹介しますね。最初は熊の実です。たくさんのイソギンチャクが密集していて、熊の実もわさわさいます。熊の実以外も集まってきてカオス。いや全国ですね。みんな見合ってるのか、興味なさそうで悲しい。次は金魚花鯛の群れです。誰ですか、これもよく見るやつだなんて言っているのは。ガイドさんか。みんなに楽しんでもらおうと頑張っています。もう少し反応してくれると面白いんですけどね。慣れちゃってるのかな。今度はスズメダイの群れですか。素早いなぁ。メジナの群れです。これもよく見ますね。けど結構大きな群れなので見応えあります。